研究者あるある。出張があると真っ先にチェックするのが現地の店の食べログの評価。まあご視聴いただきありがとうございました。本当に研究者っていうのはね、出張を楽しみにしてますよ。夜酒飲むために。はい。ね。酒を飲む店を決めてから、その、泊まる宿を予約するみたいな、そういうパターンもあるんですね。本当にもう酒飲みばっかりの業界でございます。それでは。